ビッグボス TV。ビッグボスお茶の店駅前店リペア担当のミーと申します。前回はフロイドローズの現行管方法を解説しましたので、今回はいよいよフロイドローズの、調整を徹底解説していきたいと思います。でまず最初に、フロイドローズの方にこのアームを取り付けておきます。で、まあ、チューニングを合わせたりする前にこのファインチューナーっていうビスがあるんですけども、これはチューニング合わせてロックナットを締めた後の微妙なチューニングのズレを微調整するためのパーツなんですけども、これが高さが高すぎたりとか低すぎたりとかすると、チューニングできる範囲が、限られてしまうので、だいたいここのプレートに対してファインチューナーのビスが下と上とで同じぐらい見えるようなところ、ちょうど中間ぐらいのところまでねじ込んで全体的な高さを揃えておきます。ではチューニングをして、今のフローティングの状態をちょっと確認していきます。このギターは、まずはレギュラーチューニングに合わせていきます。今6弦から1弦に向かってチューニング合わせるんですけども、今まだ全体的にレギュラーチューニングよりかは低い状態なんですが、今このブリッジがだん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 お尻の部分が上がってきてるのが分かりますでしょうか。こうなってくると、フローティングが合ってない状態なので、裏のバネの調整の仕方を、説明していきます。じゃあ裏のバネの調整をしていくんですけども、まあ、通常フロイドローズはこういうふうに3本貼ってあって金属の爪がある板、これが、スプリングハンガーっていうパーツなんですけども、それがボディに対してこの2本のビスで止まっています。でこの2本のビスをこうドライバーで締め込んだり緩めたりすることによって、このバネの張力を調整するんですが、現状だとチューニングがまだ合ってない、チューニングがレギュラーよりも低い状態でこうブリッジが上がっているので、こっちのバネの張力を強くするために締め込んでいく必要があります。でこの締め込み具合なんですけども、張ってる弦や、このバネの硬さによって結構変わってくるので、だいたい半回転ずつぐらいまずは回してみて、片っぽだけ締め込みすぎたりとかするとこのバネの張力のかかり方が変わってくるので、アーミングした時に不安定になったりとかするので、なるべく均等にこのプレートの部分とこのボディの木の部分ですね、ここがちょうど平行になるような状態を意識しながら締め込んでいきます。今レギュラーチューニングになった状態で、ちょうどこのボディのトップ面に対してこのブリッジのこのプレートの部分ですね、こちらが水平な状態になっていますので、これでフローティングの設定は終わりになります。フロイドローズの高さ調整、現行調整の方をやっていきたいと思います。フロイドローズはこの2本のスタッドと呼ばれるパーツによってブリッジ自体の全体の高さを、合わせていくんですけども、 3mm の六角レンチを使って右に締め込んでいけばブリッジが下がっていくので弦高が下がります。反時計回りに回すとスタッドが上がってくるのでブリッジが上がり弦高も高くなるっていう仕組みになっています。調整するときにですね、アームをつけた状態でアームダウンして回してあげた方が、実際この状態でかなりの力がこのスタッドの部分に加わってますので、この状態でグリグリ回してしまうとメッキが剥がれたりとか傷がついたりとか、形が変形してしまったりとかしやすいので、アームダウンしてちょっとかかっている力を逃がしながら回してあげると調整しやすいと思います。まあ、実際のその弦高っていうのはプレイヤーさんのお好みによって合わせるものなので、今回はまあだいたい標準的な形で、まあ、12フレットを目安にして、まあ、弦の下からフレットの上までの距離がだいたい1弦側で 1.5 ミリから 1.75 ミリぐらい、6弦側でフレットの上から弦の下までが2ミリから 2.25 ミリぐらいの高さで合わせていきたいと思います。6弦側でフレットの頂点から弦の下までがだいたい 2.5 ミリぐらいあるので、ちょっと下げるためにアームダウンした状態で 3mm 六角レンチを刺して下げたいので、この場合は時計回りに回していきます。これで6弦側は希望の高さになりました。1弦側は逆に今かなり低い状態、フレットの頂点から弦の下まで1ミリないぐらいの状態なので、ちょっと上げてあげたいと思います。アームダウンして今度は半時計回りに少し回してあげます。これでだいたい 1.5 ミリぐらいの高さになりましたので、高さ調整はこれで
作りです。実際に音を出してみて、音のビビりとか詰まりがないかをチェックしていきます。で1弦なんかは、チョーキングした時に音が詰まらないかも、チェックしていきます。エレキギターなんで一応アップからは、ビビリ音が出なければ、OK ということにしてあります。